皆様こんにちは演出家のまさきです栄光から一気に挫折そのどん底から這い上がったタイガー・ウッズプロゴルファーですねその最終日の18番ホール同じスコアの相手が5メートルのパットを残しているそのかなり難しいパットなんですが外せばタイガー・ウッズの優勝その時 タイガーウッズはどう思ったんでしょうか人間力増進講座23回目栄光挫折どん底コロナからの脱出というテーマで今日はお送りしたいと思います5月25日に東京も含め非常事態宣言がいよいよ解除されましたそしていよいよ アフターコロナ時代が始まるわけなんですけどもこの時代をこれからどうやって生きていくかあなたがどのようにして生き抜くか今日3つのポイントでお伝えしたいと思いますこれを知ることで大きくあなたのこれからの生き方が変わっていきます1つ目あなたの売りは何ですか 2つ目これからあなたをブランド化するとしたら何だと思いますか3つ目ポートフォリオキャリアということなんですこの3つ目のポートフォリオキャリアこれを知らないとまた相変わらず今までと同じようなことの繰り返しをしようと思うと大きな迷路に入っていきますどうぞ最後までお聞きくださいまず1つ目はあなたの売り。 先ほど話しましたタイガー・ウッズといえば20年前には一世を風靡しその後2009年に発覚した不倫騒動は何とか乗り越えたものの持病の腰痛が悪化してしてまった昨年4月に4度目の手術に踏み切ってその翌月5月には薬物の影響下で車を運転して逮捕もされているんですね。トラブルが相次いで タイガーの輝かしいキャリアも栄光もすべて失墜してしまいました一時は世界ランキングが1199位まで落ちたんですねランクなんてないに等しいくらいですねそして2019年のマスターで11年ぶりに優勝完全復活を果たし世界ランキングは6位まで浮上したといいます。 そんなタイガーが自分と同じスコアで最後まで回ってきた相手がこのパーパット5メートルのパーパットを落とせば自分が優勝という時に何を願ったかということなんですが「頼むから入ってくれ!」と願うんだそうです。なぜででししょうか常に私は高いいレベルで勝負をしたいと そう思っているんだそうですまあ彼はこの様々な逮捕や挫折で貧困も品性も疑われたかと思いますがそれにしても相手の成功を願うまでの心境に至るというのは半端ではありませんだからこそこれ以上ない挫折から復活できたんだと思いますそして前回ウォルト・ディズニーが大きな挫折から這い上がって この挫折がなかったら今のディズニーはなかったという話をしましたその戦略として何をしたかというとスティーブ・ジョブズの仲介によりピクサーアニメーションを抱き込み ルーカス社と提携しあの映画「トイ・ストーリー」ほかを制作しライトストーム社と提携し映画「アバター」などを制作しいわゆるこれをシステムロックイン他社の追随を許さないほどに全ての大手をディズニーが抱き込んでしまったということなんですね。ウォルトは常々口かから話さなかった言葉があります。 ディズニーランドはいつまでも未完成である現状維持では後退するばかりださて先ほどのタイガー・ウッズの復活そしてこのウォルトの成功から私たちは何を学ぶでしょうか一つ目は、挫折こそが希望への源になる。 このコロナ時代解除宣言はされましたがウイルスが消えたわけでもワクチンができたわけでもありません何も変わってないんです世界的に大きな挫折を迎えまさしく今は挫折のパンデミック状態しかしこの挫折がなければ希望は手に入らないということですね。2つ目現状維持ででは抗体のみこれれもよく言われる言わる葉ですが ウォルト・ディズニーは今のディズニーランドが完成以前に癌によって夢半ばでで死んししまいまいた誰もが彼の死を悼みこの天才ウォルトがいなければもうダメだと意気消沈したわけですがそこを彼をずっと支えてきた兄のロイがどこまでも俺たちは未完成なんだということで 弟の意思を継ぎ仲間スタッフを奮い立たせて今のディズニーランドになったということなんですねさて大きなポイント2つ目ブランド化ですタイガーは挫折から復活した時は43歳でしたた歳で弱さを見せたら終わりの勝負の世界でずっとどん底に落ちていった。 そのどん底から立ち上がりその弱さをブランド化することで弱っている,心弱っている中年層を奮い立たせたせんですねそしてディズニーは前回話したウサギのオズワルドでの挫折後恐れることなくなお自らの確信を貫いてウサギのオズワルドに寄せた形であのネズミをブランド化したんですね。 このブランド力を使って収益を最大限に上げたわけなんですそもそもブランドって何なんでしょうかブランドというのはイメージ・性格・客を引きつける魅力ということなんですけども私たちにこれを適用するとどんなものがブランドになるでしょうか弱さを隠してひたすら強さだけを見せようとしてきたビフォーアーコロナ わずか数ヶ月前ですしかしそのツケがこの緊急事態宣言あるいは自粛中に一気に回ってきたかのように全ての弱さが一気にししました今こそ自分のあなたの弱さをブランド化する時です。 えーと思われたかもしれません京都大学の学長で山際十一さんという方がおられますこの方はゴリラの研究の第一人者ですこのコロナを通して人間らしさは揺さぶられた世界的な引きこもりで生きる意欲も共感し合う気持ちもすべて奪われてしまったゴリラ以下になってしまった そうした中でいかに弱みを強みに変えるかこれがこれからの生きる大きなテーマになると言われたんですねこれからはむしろこの弱さを誇る時代ほとばしるあなたの弱さが共感を呼ぶ時代この大きな時代の変化を決して見逃してはなりませんそして時代はマスメディアから マイメディアへと変化しつつありますあなたがこれをいかなく発揮していかなく利用していくかが大きなポイントになりますマイメディアを相変わらず誹謗中傷に使え最近も女子プロレスラーが自殺しました傷ついたんです互いに傷つけ合っていく陰湿な誹謗中傷なんかそんな幼稚なことはやめてどうかですね このマイメディアを有効に使うことこれに知恵を働かせてくださいこのアフターコロナあなたの弱さをブランド化するここにチャレンジすることが大きなポイントになりますそれにはまずあなたの弱さを次から次へと気づくたびにメモしてみてくださいそれをいかにブランド化するかここに知恵を絞ることそうしないと私たちはまともや迷路に入りコロナの第2波 第三波に埋もれていくだけのことになります3つ目の大きなポイントポートフォリオキャリアです挫折から立ち上がったディズニー戦略の3つ目は多角化戦略ですこの戦略のポイントは企業のコストよりも顧客のエコノミクスに主眼を置く点にあります なんだか難しげになりましたがこれをあなたに適用すると自分のの利利益益よりも相手の利益に主眼を置くことなんですそれは挫折から復活したあのタイガー・ウッズがライバルのパットこのパットが入らなければ自分が優勝するという時に入れと願うそのようなことに似てるかもしれません。そのためには あなたは自分よりも相手のニーズに敏感になることそれに合わせて自らのテリトリーを広げていくこれをポートフォリリオキャリアと言います複数のキャリアを持ったキャリア形成ポートフォリオと言いますが 相手状況の変化に応じて適宜応答できる能力つまり複数のわらじを履くという言葉が昔ありましたが今までは本業と副業というま考え方があった。 本業業ののビビルルをを建ててながら副とそのようなことではなくて仕事 A 仕事 B 仕事 C これが全部イコール全部同じビルの高さだけどギュッとした感じですね。総じて自分のエッジ強みを密度を濃く際立たせるということがポイントです。昭和平成もっと言えば ビフォーアーコロナほんな数ヶ月前まで続いてきた仕事はどれだけ自分の実績評価というビルを高く積み上げていくかということここがどちらかというとポイントでしたしかしアフターコロナはもはやそんな高いビルは必要ないんです先ほども言いましたように低くてもいいからギュッとしているそのビルに入ればこの局面に関してはエキスパートになれる また別のビルに入れば全く違った分野でエキスパートになれるというようにギュッと充実したビルを低くてもいいから建てていくんですね。ということは一つの職業を貫く必要はなくて例えば最初の仕事あなたの仕事が接客業だったらそのビルは3階建てぐらいでいいです。そこまで建てたら今度は コミュニケーションの障害を治療する言語聴覚士というのがビル B になりますこの言語聴覚士これからの仕事ですぜひ目をつけてみてくださいこれをマスターしたら今度ビル C は情報セキュリティアナリスト これもまたこれからの仕事ですが IT などのセキュリティ対策を図る仕事ですこういったビル A ビル B ビル C は自分が全く考えてもなかった A は考えてたかもしれないけど BC は自分の考えにもテリトリーにもなかったものに目をつけていくことここが大きなポイントになります。イメージで言えば一人のドクターが外科眼科、歯科医をやるようなものではないかと思います。 ポイントはあなたの個性をその一つ一つのビルでとんがらせている全く違い分野でそうしないとコロナににややらられれるばかりか今度は AI にもやられていきます。しかもこの AI は今度のコロナ騒動で各社、各企業は AI 導入を検討から AI 導入を決定に移って いいく運びになっていますということはスタンダードなことは AI が全部やるとすればあなたは別のことで抜きん出ていかないとどうにも AI に仕事を奪われていく可能性がある。 なので平均的な人間はいらないポートポリオキャリアこれは大きなキーワードですねここに目をつけてやってみてください。アフフターーコロナ大ききくフェーズが変わっていきます生活面仕事面ものの考え方の局面は信じられないほどのスピードで一気に変わっていくこんなじいさんから言われたくないかもしれませんがどうか乗り遅れずについてきてください。 そして次回コロナ時代の開幕エアハイタッチどうぞお楽しみ